るにはおばあさんの話が本当になるのよ。逃げなさい、若者。若い人よ、聞いたかしら、テケテケの事件のこと。ば、いいえ、それはテケテケって都市伝説の話ですよね。そうそう、あなた若いから知らないかもしれないけど、最近その話が現実になったのよ。恐ろしいことよ。本当に何があったんですか？今夜この町で彼女が現れたら二度と逃げられないわ。気をつけなさい、若い人よ。気をつけなさい。は、はい、気をつけます。あなた、ここで何をしているの？なるほど、ちょっと待っていて、すぐに戻りますから、戻ってお店でお待ちください。合計金額は2750円になります。あ、あのおばあさんはちょっと変わった人だと思います。夜になると不思議な話をよくされるんですよ。ではお釣りをお返しします。